飯より飯が食べたい。そんなこのお昼過ぎぐらいかな。昼過ぎにはお腹が空くってのはもう誰もがそうだと思いますけどもね。今回はですね、忙しい人のための秒殺でできる美味しいご飯を紹介していきたいなと思います。実はですね、今からご紹介するこのね食事はツイッターでめちゃくちゃ話題になったんですよ。もうめちゃくちゃリツイートされて、みんながうわーうまそうって言ったね。まあその手があったかっていうようなね一品でございます。その名も賢者の飯。なんかもうすげえパワフルだよね。なんか剥がれに出てきそうな感じだよね。その飯がねすげえ簡単にできるっていうので、早速僕もね実践をしていきたいなと思います。必要なものはこちら、ダドン。はい、こちらのねサラダチキンと、このなんかなんなのこれ、マルゲリータって書いてあるけど、なんかこういう生地あるじゃん、あのコンビニに。たったこれだけ、これだけでできちゃう賢者の飯。ツイッターでこれを載せたのがワイワイちゃんっていう方なんだけども、まずカロリー、これね340キロカロリー、そしてタンパク質38、脂質 6.3、 炭水化物が 34.9 っていうね理想的な配分の賢者の飯ってことでワイワイちゃんがね挙げております。確かにねサラダチキンとかって結構なんかダイエット食でみんな食べたりすると思うんだけど、そこにね逆にこのマルゲリータをぶっ込んでいくっていう発想よ、すごく面白いなと思います。そしてねサラダチキンって結構お腹いっぱいになるのよ。それとこのマルゲリータを一緒にしちゃうっていうね、一体どんな感じになるのか楽しみで仕方がありません。それでは早速レッツコッキング。はい、早速ねチンしてきました。もう手軽だよね、チンするだけで食べれちゃう。その中にねよいしょっと揚げていって、でうわー、ドロドロー、やばいよね。ピザ、うわー、うまそう。この中にこれを入れていくっていうね、この斬新スタイル。じゃあ早速入れちゃおうかな。いいよ、よいしょ、よいしょー。はい、すごい。もう入れただけで何の感動もないんだけど、まあ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 、これでこれをサンドしていくわけですよ。いいよいしょっと、もうこうサンドしたら、うわボリューミーだなー。あー、くそ、くっつくじゃねえか。あー、後ろにこれ分かるよねみんな、くっつくんですよこれ。あー、いやいやいや、あー、取れた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 、こんな感じっす。めちゃくちゃもうはみ出てるかな。でもこれ結構合いそうだよね。ちょっと早速いただいてみたいなと思います。あーん、あのね、この入れたチキンがね、このピザにね、挟まれて、もう助けてーって言ってるのがね、すげー伝わってきます。チキンがすげー、助けてーって、あーうん、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 まさにこんな感じです。どんな感じだよな。いやでもね、美味しいですよ。すごくね、ボリューミーで、多分これ1個で全然1食分になる。ていうかめちゃくちゃお腹いっぱいになるね。そもそもね、食べる人はわかると思うけど、サラダチキン1個でめっちゃお腹いっぱいになるのよ。さらにこれが来ると、もう十分でしょって感じだね。しかもサラダチキンって味飽きるかもしんないけど、これがあると飽きないからね。そりゃね、ツイッターで話題になりますよ。ワイワイさん、やりますね。はい、ごちそうさまでした。食べてみた感想ね、うまい、めちゃくちゃうまいです。そしてね、めっちゃお腹いっぱいになります。もう十分だね。これ一個でね、大大大満足の一品でございます。一つね、みんながこれを試すのであれば、今回僕が思ったのは、このチキン僕温めずに入れちゃったんだけど、チキンも温めた方がいいね。チキンの冷たさとこのピザっていうの、これの温かさでなんか変な感じになっちゃうから、そこだけちゃんとねチキンも温めて一緒にやると、めっちゃうまみしがねできるんじゃないかなと。改めて賢者の飯、簡単にねできるお手軽料理としてはすごくいいんじゃないかなと思います。ぜひとも皆さん試してみてください。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!